世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、高と申します。今自分はですね、ステージ0番とでも言いましょうか。最初に攻略することになるエリアですね。チュートリアルとかがちょくちょく発生するような、そんなステージをね、ちょっとブラブラ歩いてるんですが、こちらですね、この洞窟というか、まあ谷エリア。以前まではね、薄暗い洞窟形状になってたんで、未だにちょっと洞窟とか呼んじゃうことがあるんですけど、天井部分がね、取り払われて、かなり明るく生まれ変わりましたね。実はここ、ステージの見た目以外にも、ちょっとね大きく変わった部分がありまして、それが今この画面上に実は映ってるんですけど、それってなんだかわかりますか？画面をねじっくりと見てもらうと何か気づくことがあると思うんですが、正解はそう、あいつですね。ちょっと近づいてみましょうか。というわけで正解は敵が巡回をするようになったでした。これもね、最近たくさん並行して処理していってる後回しにしていた作業のうちの一つですね。巡回の機能自体はめちゃくちゃ大昔の動画で敵をね、実装するときに最初の方に作ってたんですけど、その機能をね、ついにステージ上で使っていってるっていう感じになります。遠くの方でね、敵が動いてくれてるだけで、なんかめちゃくちゃワクワクするんですよね。あそこまでどうやって行くんだろうとか、ちょっと歩きながら考えちゃいますよね。問題の例で出した場所なんかは特にそれが顕著で、さらにはね、こういう階段の下から敵が登ってきたりとか、敵の巡回ルートを逆手に取って背後致命で一撃で倒したりとかね、結構巡回機能があるだけでゲーム的な満足度っていうのはだいぶ上がってるのかなと思います。あとね、今までの敵って戦闘状態以外の時はこんな感じで何もすることがなくて手持ち無沙汰な感じで暇を潰してるか、ヤンキー座りしてガンを飛ばしてるか、この2択しかなかったんで、そういった意味でもね、巡回できるように作っといてよかったなってちょっと一安心してます。ただもちろんね、このゲームは本来戦闘がメインコンテンツの小さなゲームに過ぎないので、それ以外の部分にね、どこまでこだわるのかっていう話はあるんですが、少なくともこの巡回機能に関しては実装難度の高さよりも得られるリターンの方がすごい高かったかなと思います。では続いてなんですけど、巡回機能の話をするとね、やっぱりさっきもちらっとお見せしたんですが、敵の背後を取って一撃でグサッと倒しちゃうみたいな、そんな感じの要素もね、よくセットで登場するかなと思います。これもね、大昔に機能だけ先に実装しておいて、あ、助かったなっていう感じのお話なんですけど、敵 AI だけが聞こえる通知音っていうのが存在するんですね。こんな感じで攻撃モーションとかにね、その通知音乗っけてあるんですけど、敵の背後で攻撃を空振りすると、その通知音をね、聞き取った敵がちゃんと振り返ってね、こっちを視認してくれると、こんな感じの作りになっております。この通知音っていうのはね、いわゆる SE とは全く別物で、 SE っていうのはいわゆるね、攻撃を振った時のブンっていうね、風切り音だったりとか、敵の攻撃ガードした時になる金属音だったり、実際にプレイヤーがゲームをプレイしていて耳で聞くことのできる音、それを SE、 サウンドエフェクトなんて呼んだりするんですけど、今回の通知音はね、その SE とは全く別のいわゆる電波みたいなものになっていて、攻撃を空振った時に電波が飛んでいって、それを受信したね、敵キャラクターがこっちを振り向いてくれるという仕組みになってるので、 SE は鳴ってるんだけど通知音は飛ばさないみたいなことができたりとか、その逆もしかりですね。 SE は鳴らさないんだけど通知音は飛ばしてる。まあ、ちょっとこっちはあんまり使わないかな。うん。まあ、つまり実際の音の鳴り方とは分けてね、この気づかれやすさっていうところを設定できるようになってます。で、この要素に関しても実はね、機能だけ実装しておいて、残りの設定作業とかは全部後回しにしてた作業になっています。で、このタイミングでね、ちょっとざっくりと全てのアクション、プレイアクションに AI 通知音を乗せていきたいんですけど、基本的にね、音の大きさ、通知音を飛ばす距離っていうのは結構一定気味でいいかなと思ってます。攻撃を空振った時とか、ジャンプの踏み切りが行われた時とかですね。で、明らかめちゃくちゃバカでかい音鳴ってるだろっていう感じの、こういう地鳴らしっていう技とか、ジャンプ攻撃とか、こういうものだけはちょっと通知音の距離伸ばしておこうかなと思います。で、ここで問題になってくるのが、プレイヤーの移動に関して通知音を乗せるかどうかっていうところなんですけど、まあ、この全力ダッシュ、これをしてるときはね、さすがに通知音飛ばした方がいいかなと思ってます。で、逆に歩いてるとき、歩きモーションのときはどうするかっていう話なんですが、ここはゲームによりけりかなと思ってて、例えばね、しゃがみ歩きなんていうシステムがあるゲームだとね、通常歩きの方は通知音が乗ってて、しゃがみ歩きの方が無音っていうような作りになってることが多いと思うんですが、うちのゲームはしゃがみ歩きっていうシステムがないので、通常歩きの方はね、通知音なしの完全無音、ステルスモードで行こうと思ってます。で、最後に問題となるのがこのジョグですね。ダッシュはしてないんだけどスティックを目いっぱい倒してる状態、これに通知音乗っけるかどうかっていうのは、もう本当に作り手の感性によるかなっていうところなんですが、個人的にはね、これ無音でいこうかなと思ってます。
このゲームステルス要素がねめちゃくちゃメインですって感じのゲームではないので、この辺はちょっとね緩めに設定しておきたいっていう、そんな感じの実装意図ですね。まあここに関してもね、また今度講談社の社員さんとかにテストプレイしてもらって、まあ次回からねこの巡回してる敵キャラとかが多数配置されてて、背後を取れるっていうシチュエーションもかなり多くなってるので、その辺もねプレイ動画しっかり見させてもらってね、この設定でいけそうかどうかっていうところを吟味していきたいと思います。というわけで今回はねちょっとサブ的なゲーム要素に関して皆さんに共有させてもらいました。それではまた来週もよろしくお願いします。